被告人はただ一人。しかしそこで控訴と、もうこの際検察は些細な点で記憶が、それ今回の目撃証言につな、その証言を完全に信頼できるかと聞かれれば間違いないと答えるほかありません。すると検察はこれまでもこれからも庄野さんが言うことなら何でも頭ごなしに信じると、そういうわけですか。